これちょっと熱いですか、熱いですよね。病院としてもすごくデリケートな感じになるんですよ。先生、いろんなシートを使ってると思うんですけども、はい、感じとしてはどういう感じですか？厚みが気になるのとか。すごいね、いろんな中ね、デリケートが進んできてるね。これの時にこれになるからね。皆さんごきげんよう、小島です。今日はですね、アメリカの矯正歯科学会から帰国して、アメリカの矯正歯科学会の現状のレポートをですね、竹本先生に、お話しするために、今日はあの東京都の、千代田区 E ライン矯正歯科の方にお邪魔します。よろしくお願いします。お願いします。行きましょう。はい。アメリカの矯正歯科学会から帰って、すぐに竹本先生の方に、お伺いしてます。アメリカの学会に行く前にちょっと話できなかったんですけど、今日はできるので、よろしくお願いします。はい、でこれ、ちょっと、熱いですか？熱いですね。熱いですよね。手品みたいな話なんですけど、絵が入ってて、これダイレクトプリンティングアライナーで作ったものですけど、これを、結構熱いんですけど、こうやって入れるじゃないですか。そうすると、もうこういう、こんなことしちゃうと、もう終わりじゃないですか、普通です、普通、こんなことしたらもう、なんてことすんのっていう状態になっちゃうんですけど、これが約40度ぐらいの体温の温度の中に入ると、形状を記憶してるんで、シェイプメモリーという機能があるので、これで戻るんですよ。すごいね、世の中ね、ずいぶん進んできてるね。こうなって、パチッと入る。入って、これをアメリカの学会でやったら、そのコップの中にウェブ入れるだろうみたいな。あとここを見せろみたいな。そういうのをしてたらありがとうございます。で、その機能があるんで、カッパーナイターとか。ナイティノールみたいな感じで、アライナーのフィッティングが悪い時にも、このマテリアルを入れて、体温が40度ぐらいになってくると、自然に元のところに戻してくるんですよ。矯正の時に必要なのは永久変形しちゃうとダメじゃないですか。永久変形しない状態でどこまで耐えられるのか大丈夫なんですけど、このマテリアルって 3D プリンターで作って、それができるんですよ。なので今僕、普通に入ってて、あんな潰されてる。ということは、歯がちょっと合わなくなってきた時、僕は鉛筆じゃないのでどう使うのかというと、もし合わなくなってきた時に、このダイレクトプリンティングライナーを少しグッと起き上がらせて、でその後また続けていくとか、リファイメントを続けていくとかっていうふうにすると、すごく難易度がぶれた時に修正が簡単になってくるのが一つ。あとはやっぱリテーナーとかでも早いですし、後戻りの時とかも対応できるし、フィニッシングでも使えるんですよ、感じてくる。先ほどのちょっと続きなんですけど、シェイプメモリーって何かっていうと、構造がこうあって、永久変形しちゃうと、それで普通に終わってしまうんですけど、このストラクチャーが残ってるっていう、プレスされても、また元に戻る。それが大体1分ぐらいすると50%ぐらいにして、大体1時間ぐらい、まあ、10分もすると、元の形状にこう自然にこう40度ぐらいと戻ってくる。なので、ちょっとアンフィットしてるところにアライナーを新しいマテリアルが入れて、お湯に入れてからつけたりすると適合もすごく今入ってるんですけど、薄くないですか？全然見た目もわからないですし、そうなんですよ。なのでアライナーの矯正治療をどういうふうに使うかというと、アンフィットした時にこの方とかは普通にこう適合をよく小球子肛門抜歯の治療を進めていくんですけど、適合がいいので、そのまま治療がフィニッシュすると、こんな感じで。そうじゃない場合、この方はじめがあって、治療後、こうなっていくんですけど、こうなればいいんですけど、途中の過程ではさまざまな工程があってきて、アライナーの適合が少し悪くなるとなるわけですね。この時にどうするのかというと、エラスティックで上下に牽引したりとか、部分的なワイヤーをつけたり、全部のワイヤーをつけたりとか、昔は以前そういうことをいろいろしていました。普通にスキャニングをして、インビゼネを出すと、リファイメントといって3、4週間待つんです。大体そのぐらいだと思うんですね。その間、患者さんと治療を進めてない。我々の
つらいし、患者さんもつらいし、あとインビジラインの会社もまたリバイベントかかってます、うん、で新しいアライナーが来て適合外国でそのままタッドを入れてそのまま経営していくんですけど、またここでちょっとアンフィットしてるんです。ここでもまたどうするんだと、でここでもスキャニングをして3、4週待ってまたアライナーが来て合わせて最後フィニッシュするというふうになるんですけど、トータルで3ヶ月か4ヶ月ぐらい動いてない、うん、治療期間中は、うん、強制しているのにもかかわらず動いてない。そこでこの当日に今日見て良くないなと思ったらスキャンしてデモを作ってちょっと動かして、動かすここだけだと動かして、それを 3D プリンティングですぐ作って1枚もしくは2枚も渡してあげれば治療を止めることなく進めていけるので、うん、患者さんにとっても嬉しいし、送ることもできますので、うん、我々もそのソリューションが早くなる。こういうところでそのダイレクト、今までの模型を作って模型からのインハウスシステムっていうのもありだと思うんですけど、マテリアルがよりこうレベルが上がってステップも少なくなるっていうふうになるので、病院としてもすごくメリットが高くなるのかなと。インビジラインっていうのは5年でデータがなくなっちゃうので、先にある程度レベリング的なことをダイレクトブリーディングにしてからインビジラインに移行するとか、いろんな使い方があるので、2級2類の方とか全身のトルクを入れるところをダイレクトこのアライナー使って、ラクイがシフトした後にインビザラインのスキャニングだったりとか、うん、そういう展開ができるんだろうと、あとは後戻りですね、後戻りした時にどうするのかに直接この 3D プリンターのアライナーができるので、ラボワークがすごく楽になると思うんですね。先生は、はい、このあれですか、記憶形状のこのマテリアルで全部の治療するんですか。インビザラインは使わないです、うん、使います。インビザライン使うんです、はい、あのインビザラインの僕会社が好きなところが4つありまして、うん、1つは、うん、まずインビザラインの会社というのは、うん、今までの論文だったりユーザーだったりすごく多いんですよ。なのでご自慢のシステムとかご自慢の新しいものを入れても、うん、多分なかなか皆さん聞いてくださらないと思います。でも先生自体の治療でインビザラインじゃなくて難しい症例に例えばこれを使う枚数が減るとかね、はい、それがすごくいいと思います、ね、うん、なのでインビザラインとのこうコンビネーションはあるコンビネーションですね、はい、うん、ですけど全部はまだ考えてないそうです、はい、まあ、だから先生のようにこうアリアスシステム全部作って全部っていうのと違うので、うん、スキャナーは僕じゃないですし、うん、マテリアルも僕じゃないし、うん、バイオメカニクスも僕も育ってきたので、うん、竹本先生はね全部全部自分なんで、頭の中に全部あるんですよ。で僕っていうのは、あの企業さんの材料をいいものを使わさせてもらっているっていう人間なんですよ。なので僕が全部作りたいわけじゃないので、もし突然供給されなくなったら困っちゃうと思うんですよ。あ、はい、なのでリスクヘッジのことも考えるとやっぱりこのいろんなのを使えた方がいいので、まあ、インビザラインは使います、ね、うん、ただインビザラインの弱点のところがあるので、うん、それはインビザラインシステムが悪いとか患者さんが悪いとかではなくて、どうしてもそのなり得るところをどうやってソリューションできるのか。なるほどね、うん、なのでインビザラインの4つの強さによるのをユーザーが多いとか、うん、あと新しいその相手のとか、うん、そういう開発っていうところだと研究開発費がすごいので、うん、まあ、これはすごくありがたいし、あとインビザラインの会社なんてこの25年間業界のリーディングカンパニーだったので、多分今後もそれを絶対に維持したいっていう、やっぱり企業理念があると思うので、面白い素晴らしいものが出てくるんですよ。ただ今回に限って言うとマテリアルが新しく変わったので、このマテリアルに関しては面白いんじゃないかなっていう、うん、そうだね、はい、将来的にはこれになるだろうね、そうなってくるので、企業さんとコラボするのか一緒になるのか使うのかってなってくると思うんですけど、買収するんじゃない、それもあるかもしれないですね、うん、あとこれ自体は今回僕も使わさせてもらって、で僕のセミナーに受けてる先生がいて、その先生が私も使いたいっておっしゃった時に、すいません、これ僕しか使えないんですよって言って、一番僕が嫌なんですよ。まあそうだね。そうなんです、うん、せっかく僕のセミナーに出ていただいて、勉強してくださった時に、これができません。なので加速装置に関しても、直接買っていただけるように、ルートを作らせていただいたりとか、あと僕が使っているそのネモのソフトウェアもそうなんですけど、あとこのダイレクトワークマテリアルも、何度かそのセミナーを受けてる先生が使いたいとか、うん、あと、他の国でも使えるようになったのに日本で使えないとかすごい残念なので、そういう国だよね。まあそれがこのダイレクトプリンティングの内容かな、うん、まあ、それを今回前回の時とお会いした時だとここまでお話できなかったので、ようや
覚えるときにしたなるほど、いい勉強させていただきます。ありがとう。すいません、朝の早い。いえ。先生、なんかこれの素朴な疑問とかあります、うん、まあ、うちはね、アクティブリテーナーとして、リテーリングだったり使おうと思ってるんですけど、そういう使い方はすごくいいなと思って、あと、フィット感がいいっていうのはすごくいいと思うね。うん、どうしてもうちで使ってても、少し動かして使ってるんですけど、はい、変形するんですよね、うん。それがないっていうのはすごくいいかなと。そうですね。うん、よく送るときに、上がりが潰れちゃってると、なんかダメじゃないですか。うん、潰れてても平気なんで、うん、パキーンって割れちゃうとダメなんですけど、ちょっと割れない、そのお湯に入れると戻るみたいな、ちぎれるとかないんですか。僕あまりにもふざけすぎてもうぐる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 やってたんですよ、面白くて。じゃあちぎれましただけど そういうふざけたことしない、ちぎれるのね、割れるんじゃないんですね。なんかパキって感じですね。あ、パキって感じ。あ、もうやりすぎちゃったんで、あ、もうなんかもう螺旋状にすごいやってたんですよ面白いみたいな。そしたらパキって言ったんで、噛んでて割れるということはないですね。ああ、なるほど。全然使ってますね。アクティブリテーナーはすごくメリットがあると思います。先生、いろんなシート使ってると思うんですけども、はい、漢字としてはどういう感じですか。厚みが気になるのとか、特別薄いとか、適合はとにかくピタッとしてる、ピタッとしてる、なんかその馴染んできて、体温でそのギューッとなってくるんで、今までだと少しこう膨らんだりするとそのままなんですよ、曲がっちゃったりする。でもそれがまたウィーってこう熱で合ってくる感じなので、不思議な感じが聞いた、ね、シッとしたオーダースーツみたいなもんですけどおっしゃる通りで、ね、ピチッとしてるっていうか、ピタッとしてるっていう感じ。なるほど。薄く感じますね。薄く感じます。まあ全部こういう形になっていくんじゃないかね、将来的にはね。そうですね、いいマテリアルに。そうだね、はい、ありがとうございます。今日はアメリカの矯正歯科学会のご報告を竹本先生のクリニックでお話しさせていただきました。ありがとうございました。ではご機嫌を失礼します。今日はですね、竹本先生といろいろ働く矯正治療のお話をさせていただいて、面白いですね。はい、やっぱりね。あとすごく面白かったのが、あの関節の模型もあって、はい、もう何十年も前からあるっていう、すごいですよね、はい。あと竹本先生の臨床されてるところお姿も見れたんで、かっこいいですね。凄みがあるんですよね。なおくん、今日はいいレポートをさせていただいたんで、一日頑張ります。はい、それでは皆さんごきげんよう。またね。何十年前だと思うのこれ。ゆいさんが読者になる前から、前からだと思う。昔からあったよ、ですよね。取り始めるのにすごく楽で、一番いいですよね、うん。これそんな前からあったんですか。あったいやー、ズグッとしました、ね、この本題とね、あとこの位置が変わると分かりやすいんですよね。分かりやすい、それ大事ですよ。ありがとうございます。